はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画164回目は昨日からの続きで色違いです。2017年発売バイスクルミスティックブルーです。昨日と同じなんで言うことないんですけど、販売の方がギャンブラーウェアハウス、デザインの方がシェイプシフターズで、2500個限定なのはレッドと同じです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルミスティックのブルーですね。横面がメイドイン USA、 エアクッションフィニッシュカード、反対側がミスティック、上面もミスティック、クロージャーシールがなしで、これがバック面です。で、シェイプシフターズのロゴマークと USB-CC の R ランが軽媒性でリサイクルマークです。それでは開封したいと思います。はい、クロージャーシールがないのでこのまま開けます。昨日スルーしちゃったんですけど、ここにミスティークの M のマーク入ってたんですね。で、シェイプシフターズのロゴマークがフラップに入っています。で、バック面、はい、ジョーカーが色違いで、昨日は片面が赤色のジョーカーになってたのが青色になってますね。バイスクルミスティックのスペードのエース、四隅にあるのは前回と同じです。絵札のカードは黒色の絵札は前回と同じですね。お、赤色のインデックスあったのがどうやら青色になってるみたいですね。ダイヤが青色っていうのはね、ちょっと不思議な感じです。はい、本来赤色のインデックスだったところが青色の絵札になってますね。黒の方は同じみたいですね。で、ハートの絵札、ダイヤと同じくハートも青色になってます。で、ハートのエース、で、ダブルバックが1枚、シェイプシフターズのロゴマークが入っているカードが1枚。よく見るとね、うっすらと背景があります。昨日と同じだと思うんですけど、スタンダード54枚と、最近のスタンダードよりも3枚分厚みがあります。まあ、スペインの性能の方の寝室はね、昨日と同じです。ここに表裏、あれ？あ、本当だ。昨日ここが赤だったらここも赤になってたのが、真ん中のねデザイン部分が全部同じ色になってる。出てもね、あんまり出てる感がなくって、バック面と同じ感じになってますね。ちょっとね、比べてみます。バイスクルミスティックのレッドとちょっと見比べてみましょう。赤の方はこっちにね、黒と赤でくっきりとデザインがしっかり出たんですけど、青色のミスティックの方はこの面がね、全部灰色になってて、あまり目立たない感じになっています。で、赤色のインデックスがミスティックのレッドの方がちゃんと赤で、ミスティックのブルーの方が赤色インデックスがね、青色になってます。この辺はね、いつもの箱色に合わせる感じだと思ったんですよね。横面のこのデザインの模様の部分が全部灰色になってるんですよね、こっち。で、こっちは赤は赤になってて、バック面のね感じは青色の方がどっちかというとね、私は好きですね。一応ファローを入れてみます。押し込んだら
この部分はレッドと同じで、ファローは入りやすいです。はい。バイスクリミスティックブルーを開封しました。なんとね、表目のフェース面のデザインの飾り部分が灰色になってて、ほとんどデザインが出なくなっているので、アボの方はね、赤と違ってカーディストリーとしてはちょっと見栄えが落ちると思います。それではジャンル分けします。性能の方は赤と同じで、最近の KY 製のスタンダードと同じで、ドライスなんかとはまあちょっとどうかわかんないけど、ファローの方は入りやすいです。ジャンルはギャンブラーズウェアハウス販売のセープシフターズのデザインのメンターコラボ、神秘性の高級デザインのコンセプトデザイン、一応高いバイスクなので、レアレックコレクション、赤と同じく2500個限定だと思うので数量限定生産。残念ながらね、フェース面のデザインが出なくなってもね、カーディストリーは外れます。バイスクルミスティークブルーでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。